皆さんこんにちは、平井拓也です。今日は皆さんご存知の赤かぼちゃの前にいますけれども、直島町に、来ています。直島町ではワクチン接種、高齢化率も高いということがありますが、随分進んでいます。一方で東京でのデルタ株の感染拡大が止まらない状況の中で、これからやはりこの観光の島にとって県外からの多くの観光客がこの島にどのような影響があるのか、そのことが心配されていると思います。私はやはり感染対策をした上で、ある一定の観光客を受け入れていくということは、これは仕方がないし、やらなければならないことだと思っています。来年は瀬戸内国際芸術祭が開催されるということですし、このイギリスでもそうですけれども、新たな日常をどう求めていくか、それとワクチン接種をどのように組み合わせるかということだと思います。直島町でもですね、デジタル推進室ができました。小さな島ではありますけれども、やはりデジタルの力で世界とさらにつながりを強化していこうということだと思います。アフターコロナの時代に向けて、デジタルがどれだけ島に貢献できるか、今日は島の皆さんと意見交換をしたいと思います。